2010年アブダビグランプリは2010年 F1 世界選手権最終戦として2010年11月14日にヤスマリーナサーキットで開催された。正式名称は2010エティーホードエアウェイズアブダビグランプリ3チーム5名のドライバーによって争われてきたドライバーズチャンピオンシップは最終戦で死有を決することになった。 前線終了時点のポイントランキングは、韓国 GP で、トップに立ったフェルナンド・アロンソが246点、マーク・ウェバーが8点差の238点、セバスチャン・ベッテルが15点差の231点、ルイス・ハミルトンが24点差の222点。ジェンソン・バトンはすでにタイトル争いから脱落している。アロンソは2位以内でフィニッシュすれば、他者に関係なく自力でタイトルを決められる。 ウェバーは5位以上、ベッテルは2位以上が最低必要であり、あとはアロンソの結果次第。ウェバー優勝の場合アロンソが3位以下、ベッテル優勝の場合アロンソが5位以下でないとそれぞれ逆転できない。ハミルトンは優勝してもアロンソ無得点、ウェバー6位以下、ベッテル3位以下という条件が揃わなければならず、可能性は極めて低い。 上記4ドライバーがチャンピオンを獲得するための条件は以下の通り。注目はレッドブルチームがチームオーダーを発動するかという点であった。仮にレースがベッテル・ウェバー・アロンソという展開になった場合、ベッテルがウェバーに優勝を譲ってアロンソを抑え込む役割を果たせばウェバーのチャンピオン獲得が可能となる。しかしレッドブルはドイツ GP 以降、 フェラーリのチームオーダーを批判し、両ドライバーを公平に競わせる方針を唱えてきた。アロンソも、レッドブルは平等性を解くことに3ヶ月を費やして、きたのだから、今、同じ哲学を継続するべきだね、とコメントした。ウェバー、ベッテルとも決め事はないとして、メディアの質問を交わしていた。また、最終戦は1997年以来、 タイヤサプライヤーを務めてきたブリジストンにとって最後の F1 レースとなった。このレースを終えると F1 通算勝利数は175勝に達する。ポールポジションを獲得したセバスチャンベッテルヤスマリーナはもともと路面が滑りやすい上に火曜日と金曜日の午前中に雨が降ったためコースコンディションはさらに難しくなった。ブリジストンは スーパーソフトとミディアムの2種類のタイヤを持ち込んだが、フリー走行では、スーパーソフト側にグレイニングの症状が現れた。予選9-3で、レッドブル勢は燃料を積んだ状態での連続周回アタックという作戦を選んだ。ベッテルは、今季10回目となる、ポールポジションを獲得したが、ウェバーはタイムをまとめきれず5番グリッドに沈んだ。 ここ数戦低迷していたマクラーレンは最終型 F ダクトの投入が成功し、ハミルトンが2位、バトンが4位を獲得した。ハミルトンはマッサの進路を妨害したとして、審議対象になったが、ペナルティーは必要なしと判断された。アロンソは最後のアタックで3番手タイムを記録し、タイトル争いの直接のライバルであるエバーよりも、前からスタートすることになった。 決勝は、トワイライトレースとして現地時間17時に始まる。開始時点では、気温29度、路面温度33度。上位10台はいずれもスーパーソフトタイヤを装着しているが、ブリジストンの分析では10周ほどしか保たない、可能性もあり、ミディアムへ交換するタイミングの判断が重要となった。スタートでは玉数列のマクラーレンの2台が鋭い。 加速を見せた。ハミルトンは1コーナーでインを狙うが、ポールシッターのベッテルが際どく、周囲を守った。逆に、アロンソはバトンに抜かれて4番手に交代した。これに、ウェバー、フェリペマッシャが続いて1コーナーを通過した。ヘアピン手前の6コーナーに差し掛かったところで、ミハエル・シューマッハがスピンし、ビタントにオリウッツのマシーンが乗り上げた。 散乱した破片を撤去するため、5周目まで、セーフティーカーが導入された。この間を利用して、ピットインし、早々とミディアムタイヤに履き替える者も,もいた。レース再開後、ベッテルとハミルトンは3番手のバトン以下を引き離して、トップ争いを展開する。アロンソはウェバーを後方に従えつつ、4位キープで、走行を続ける。リアタイヤのグリップ低下に苦しむウェバーは、 状況打開のため11周目にピットインし、ミディアムタイヤに交換した。フェラーリ陣営はこれに反応して、マッサーをピットに呼ぶが、ウェバーの前でコースに送り出すことはできなかった。ウェバーがベストタイムを記録したのを見て、アロンソにも15周目にピットインの指示が出される。アロンソは狙い通り、ウェバーの前をキープしたままコースに復帰したが、セーフティーカー走行中に、 タイヤ交換を済ませていたニコ・ロズベルグとビタリー・ペトロフに先行を許し実質的には6番手に交代してしまったアロンソはペトロフの背後に迫るがルノーのマシンは直線スピードが伸びるため2本のロングストレートでもかわすことができないウェバーもアロンソを脅かすほどの勢いがなくランキング上位2名は思わぬ苦境に陥った接近戦を展開する ベッテル、クビサ、小林、ハミルトンの4台。レース序盤に発生したタイヤのグレーニングは、路面に、ラバーが乗ることで、改善傾向に向かい、ハミルトンは23周目、ベッテルは24周目まで、スーパーソフトで走り切った。両者のピットインの間に、バトンが、首位に立ち、ベッテルを挟んで、予選11位スターとのロバートクビサが3位に浮上した。ハミルトンも、 アロンソと同様に首差を抜きあぐね、ベッテルとの差が開いてしまった。バトンは、スーパーソフトで40周まで粘り、3番手で復帰した。47周目には、首差もミディアムから、スーパーソフトに履き替え、ペトロフの前で復帰した。一連のタイヤ交換が終わるとベッテルは首位に、再浮上し、危なげなく55周を走り切って、今季5勝目のチェッカーを受けた。 2位、ハミルトン、3位バトンに続き、ロズベルグが4位に入賞した時点で、ベッテルの大逆転チャンピオン獲得が決定した。タイトル争いの副兵となった、ルノーゼーが5位、6位でゴールし、アロンソは7位、ウェバーは8位というまさかの順位に終わった。2010年の最終結果は、ベッテルが256点で自身初の、ドライバーズチャンピオンを獲得。 23歳134日での体感は2008年のハミルトンを上回る史上最年少記録となった。2位は252点のアロンソ、3位は242点のウェバー、4位は240点のハミルトン、5位は214点のバトンという順になった。ABK 田中、2010年アブダビ GP の見どころ。 espnf1http://j.espnf1.com/.abudhabi/.motorsports/.story/.33822.html2012、ja. 年1月26日閲覧。レッドブルドライバーは自由に戦うべきとアロンソ。 espnf1http://ja.espnf1.com/.f1/.motorsports/.story/.33446.html2012 年1月25日閲覧。決めるのは、ベッテルとウェバー。 espnf1http://j.espnf1.com/.abudhabi/.motorsports/.story/.33749.html2012 年1月25日閲覧。ベッテル、ウェバー支援決めてない。 e s p n f 1 h t t p j a e s, <ッ> <S p n f 1 c o m a b u d h a b i m o t o r s p o r t s s t o r ュ3 3 6 9 7 h t m l 2 0 1 2年1月25日閲覧。浜島広秀イやディープトークアブダビ GP stinger,http://www.f1-stinger.com/.f1-news/.voice/.2010/.11/.13/.011425.html2011 年に1月2日閲覧。ありがとうございます。